はい、名前は三辻吹夫と申します。ゲームの中では MTJ という名前で出ております。私は台東在籍時、主にゲームデザイン、そして、自分のゲームの、キャラクターおよびその他グラフィックのデザイナーも兼任していました。私の主な作品は、バブルボブル、レインボーアイランド、スーパーデッドヒート、ハレーズコメット、ボルフィード、サイバリオンなど、まあ、多数あります。まあ、続編というとですね、最近もよく見られる現象なんですけれども、すぐにまあ同じキャラクターで同じゲーム性、ということがまあ考えられるわけなんですけれども、本作は企画段階から、全く前作とは違うものにしようと考えていました。で、そのためですね、まあ企画を一から考えなければならないということで、まあ、非常に苦労も多かったのです。で、私があえてそのようにしたのは、マネリズムというものがですね、ゲームにとっての大敵であるというふうに考えていたからです。現在はですね、ゲームデザイナーなど、まあ、企画者を育成する、まあ、業務に専念しております。ですから、これから私がゲームを作るということではなく、私が育てた人たちがですね、たくさんのゲームを作ってくれるということを、まあ、期待しています。そうですね、先ほども申し上げました通り、これはもう私の人生観につながることなんですけれども、一生のうちでできること、自分一人でできることというのは限りがあるということで、そうではなくて、例えば私が木になるのではなくて、木を植える人になる、そういうことです。はい、まずですね、最近のゲームというのは、まあ、非常にですね、複雑になり始めているというか、まあ、すでに複雑になっているというふうに考えています。で、難しくなったかどうかということで言えばですね、まあ、アイデアが枯渇しているという側面があり、同一の、まあ、ゲーム性のものが多い分ですね、プレイヤーの方が非常に慣れてきているということで、難易度も必然的に上がる傾向が多くなっていると思います。ですから、まあ、より多くの方にですね、ゲームを遊んでいただくためには、斬新なアイデア、なおかつ、分かりやすいゲーム性ということ、まあ、すなわちシンプルで奥深いという要素が、まあ、これからのクリエイターに非常に求められている要素ではないかと思いますし、また斬新な要素というのも、ぜひともですね、これからのクリエイターたちに追求していていただきたい要素だと思っています。はい、このゲームはタイトルも見た目も全く前作とは異なりますが、事実上の実を言いますと、続編なんです。はい、でそれを意識して、開発したものです。ボルフィードはですね、前作と違って奥深さ、変化ということについて、まあ、深く考えて作られたものです。また面が切り取られると次の面が見えるというのも、次の面に期待を持たせるということで、ゲームの面白さを増すための要素であると思っています。はい、ゲームの面白さとは何かということを、まあ、徹底的に分析しまして、それをですね、論理的に、細部にまで反映させたのがこのゲームです。当時は、まあ、スリルと爽快さということをコンセプトにゲームを設計していました。まあ、泡はですね、直感的に面白さを伝える要素として、まあ、用いています。またそれをまとめて割るということは、まあ、全てですね、前述のスリルと爽快さというコンセプトにつながっています。協力プレイというのは、まあ、実を言うとすでにあったアイデアだと思うんですけれども、このゲームでは、協力しないと最終的なエンディングが見られないという設定になっています。そのためですね、協力するということが今までのゲーム以上に必要になってきています。結果ですね、2人でチームを組んで、まあ、得点を競うとか、カップルでゲームをするというようなことが多く見られ、当初の目論みがまあ、ズバリ当たった形になりました。
例えばバブルボブルの時には、まあ、夜も寝ずにですね、企画のアイデアを練っていました。で、まあ、休日も返上でですね、で家で、まあ、閉じこもってですね、アイデアを夜を過ごしまして、で、まあ、気がつくとですね、部屋中ですねアイデアの紙が山のようになっていたというようなことがありまして、で、まあ、夜もしらじらと開けて鳥が鳴いていたというようなことが、まあ、しょっちゅう続いていました。まあ、両作品に共通することなんですけれども、日本のゲームセンターに当時女性が非常に少なかったんですね。でこの問題を解決するためにはどうしたらいいかというふうに考えました。でまず、そのためにはカップルを呼び込むということを考えたのです。したがってこのゲームでは2人用の可愛いキャラクターを使ったゲームということに、設定をしました。